ないですね。サービスサービス、うん、これとね、こちらの方ねちょっといただいていきます。いや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 、マスクを着用しましょうねと、ね、うん、よいしょよいしょ、こんな感じですね。おめっちゃ綺麗なものがこうね、これちょっとね、いけなかったっていうか、こう、空いてなかったんでね、いけないですけどもね、順番にね、またね、今度ね、機会があれば来てね、はい、行きたいと思います。じゃあ、入り口、ご入場てってー、おう、うわ、ちょっと着込んできてよかった。うわ、すごいね。はぁ、これ、展望ラウンジとかあるね。はぁ、すごいね。ほほ、明石、海峡大橋ですよ。明石公海大橋で。見晴らしいね。うん。うわ、すごいすごい。すごいね。見て。すごくない？ねえ。曇ってるけど。曇ってるけどね。うん。おお。貸し切りだね。誰もいない。え？ここ来ない？誰も。いや、マジで？ね、めっちゃ車止まってたんですよ。朝ね、6時、ゴロ来たら、めっちゃ止まってて、いや、これはやっぱりね、ちょっとね、多すぎてダメだと思って、あっちからね、アルペの近くの駐車場止めて、初日の出を映そうと思ったんですけど、初日の出、雲で見えなかった。もうみんな、なんだよ、雲邪魔って言いながらみんなね、帰っていきましたね。ほんまに、がっかりですよ、ほんと。ね、ということで、おー、すごいね。うん。うん。下見る？こんなだよ。ねえ、すごいね。うん。これは入っちゃいけませんってやつね。うん。すごいね。揺れない。やっぱすごいね。もうここで揺れたらダメか。いやー、この下ね。車通ってるのかな？この上を車通ってるんだね。あ、ここは、うわ、通路とか絶対怖い。絶対怖いと思う。あ、すげえね。なんか、かっこよくない？なんか。すげえ。要塞みたい。あ、これイルミネーションあるんだね、これね、夜とかね。お、来たー。あ、人いるわ。通路にいないだけだわ。ちょっと静かにしないとね。正面こんな感じです。はい、正面こんな感じです。開けごま、開けごま。よしよし、中こんな感じね。でな、ラウンジでなんか食べようかな。こんな感じでね、今ここずーっと通ってきてね、今ここ入って、こうだね。ここからだよ。またね。来たよ、来たよ、来たよ、来たよ。ちびっこでも見れるようにね、下にね。ガラスがある。ね。ちびっこがこう乗り出してね、危なくないようにね。
すごいな。おお。これすごい。お、これこれ。うん、このこれできるかな？怖すぎ。いや、ここ通っちゃいけないの？ここ通っちゃいけないの？ここ通っちゃいけないの？え、ここ通んなきゃいけないの？え、いいの？わかんねえから、念のためここ。わざわざいちいちあるから、これ。おお、すげえ。見て。今、まさみは丸太の上に立ってるんだ。うん。おお、すげえ。子供か。子供でーす。いや、すげえ。これはすげえわ。もう見て、これ。ねえ。ほんと。いやー、綺麗な公園ですね。昨日、めっちゃ昨日寒かった公園、あっこね。ガチで寒い公園。冬カップルできたら絶対別れるやつね。うん。これなんか潰れてるのかな、なんか。あ、なんか立ち入り禁止になってんね。うん。うわ、すごいね。こんなんだよ。うわー。ほんとね、あの、お正月、1月1日誰もいない。ほんまね、ソーシャルディスタンスに勝手になるってやつね。もうあの、半径50メートル以内誰もいない。100メートル以内かもしれない。うわ、すごいね。見て。ほら、見て、ほら。うわ、もうすごいしか言ってないね。うわ、すげえ。これすげえわ、ほら。うわ、すげえ。これすごくない？やっほー。いや、もうベンチだよ。うん、ここね。展望広場だよ。一時避難所だよ、ここ。うん。この上に車が止まってるんです、だからね。結構ね、振動が来てる。ウィンウィンっていうね。ウィンウィンかな。いや。テンション上がりますね。おお、風すごい。おお、なんか揺れてないけど、揺れてるような感じがします。いやー、これはいいわ。これ、すんばらしいわ。うん。あー、向こうに見るのね、淡路島ね。明石海峡ですよ。うん。下が、もう海。もう海が海峡。おお、すごいね。うん。これは来なきゃいけません。うん。明石に来たら来てください。ここ神戸市なんですけどね。まあ、明石海峡なんで。やっぱりね。来てくださいよ。ね、すごいな。いやー、もう一周する？せっかく来たからもう一周する？いや、ここ歩こうよ、ちょっとね。ここ歩きましょうかね。ここ歩きましょう、やっぱりここね。うん、ここ歩かないと、せっかく来たらね。やっべ、いや、怖え、見て、怖え、見て、歩けてないから、うん、歩けてないから、ここ踏んでないから、一人ではしゃいでる、まあ、YouTuber だからね、一人ではしゃぐ、男、うわ、これ、すごいね、本当に。下海だよ、海。落ちたらやばいね。うん、波観察するみんな。はい。これだよ、これ。ほんとこの絵面ね。これ。この缶だけですよね。この缶がちょっとスリルある空間ね。うん。
始めです。